県内の建設産業での次世代を担う人材を育成しよう。小型建設機械の運転技術などを身につけてもらう県のフィールド講座が開かれました。建設産業は私たちの暮らしを支える必要不可欠な産業であり、その技術を次の世代に引き継いでいくことはとても重要なことです。このため県では県内の建設企業への就職を考えている人や、すでに建設関連企業で働きスキルアップを考えている人を対象に、毎年小型の建設機械の操作技術を学んでもらうフィールド講座を開いています。講座は2日間の日程で行われ、初日は県建設センターで学科講習が行われました。20人の受講者は建設機械を安全に運転する手順や関係法令などを学びました。2日目は徳島市上八幡町にある園瀬川の工事現場で、小型ドラグショベルと呼ばれる建設機械の実技講習が行われました。受講者は声を出し、周囲の安全を確認しながら機械を操作します。バケットで土をすくい上げ、目標地点までアームを動かす一連の動作を学びました。講座終了後には3トン未満の機械を運転できる修了証が授与されました。僕自身も土木工事してて、やっぱり安全についてやっぱり工事中の事故っていうのが多いんで、やっぱそれについてよく学べたので、それが一番良かったなと思います。安全に周囲確認して今後を生かしていきたいですね。事故のないように仕事をしていきたいですね。建設産業は地域の守り手として、私たちの暮らしや地域経済を発展させる大切な社会的役割を果たしています。受講者の皆様が建設産業を支える担い手として、この講座で学んだ知識と技能を生かし、今後ますますご活躍いただけることを期待しております。建設産業は災害発生時に地域の復旧や復興を担うなど、県民生活を支える産業です。こうした取り組みが県内の建設産業の担い手育成につながることを期待したいですね。